ああ、メガネの絵文字やっほーあー、ありがとうメガネ、メガネお<う>え、なんかじゅ銃で投げれるようになってるじゃんすごいじゃん <laughs> んなになに <laughs>、うん、めっちゃ見てるなって思って <laughs> そうだよ、見てるよ、コメント追ってるから <laughs> コメント追ってるのちょっとめっちゃ系統一 <laughs> 個ずつ投げてる のかあ、合格キスね四月に違う、ね二人のためにね恋はやめましょう今、そういうこわくぴょ元気だって花眼鏡かわいいありがとうね、かきれなぴょんあさって、あさって <laughs> 初音もえん、どざいます投げれてないって 投げれてないの？あれ投げれてない。テンションたテンション高め？そうですか。花菜の眉毛ですか？眉毛はこれは普通になりました。それ違う時ぶつかりそうになったりするの。え？ガチメガネガチメガネだよ。<laughs> ケイトありがとう。 今日は赤い赤い背景でーす。<laughs> やめてください。赤いカーテン。<laughs> やめてください。元気のために、え、雨は大丈夫です。雨は大丈夫。雨は。今降ってないよね。今降ってないそう、ね。今降ってないです。そしてですね。あ、は、花は目悪い。まあ。あの学校用のメガネだけど、夜はなんか。そういう気分だよね。わかるっしょ <laughs> そういう気分です。なんかそういうメガネ。 眼鏡の分えコハビハウスそうミヤビームが花なんめんどくさいえ <laughs> え嘘でしょ制服の目の日雨<は>えそうだよね嫌なんだけどスーパーセントいってないよ今日いってないいってないお聞いてありがとうコハビが9時くらいに9時にバイト終わって バイト終わってあの腹、ー、がさっき行きました。家に。あ、面倒見がいい。面倒くさい。面倒見いいか。めんどくさいに見えた。ありがとう。はなちゃんと赤いカーテン大人の雰囲気嘘でしょ。もうザクタイムはもう終わりです。終了。もう昨日やったから、もうしばらくはやらない。びっくりした。めんどくさいかと思った。<laughs> 新しいメガネを買ってスーパーセーターいいねえみやびちゃんあその言わんよ反抗期面倒見がいいかメガネピンと合っ,ってなかったかもねえすごい頑張ってるよコハピが学校の課題あっみやびちゃんにごめんなさいみやびハンちゃんをお,お母さんにしたい <laughs> いいよいいよいいよ ジェイありがとうえ、まざ,ざりにおいでコハピンチお泊りです今日はお泊りでお泊りでなんかいつもはめっちゃポテチとか買うんだけど今日はなんかちょっとダイエットしないとっていう気持ちで物理的に軽いものを買ってきました <laughs> <laughs> お姉ちゃんくらいさうんまあそれはそう目止めがいいえ、全然違うママにみんなママにしてみる花のこと いいよちょっと嫌かも最悪 <laughs> 最悪物理的な軽いものというのはポップコーンとかお菓子たくさん食べちゃったっていいよ成長期なんだものポップコーン買いましたよじゃは大丈夫大丈夫かきるな大丈夫おかいになったらめんどくさいって言われるいやそんなことないです私は何でも買ってあげるし何でもしてあげますよねえ あー首がしげないでくださーい普通に限らなぷんは大丈夫食べてもそう限られない細いからエアリアルは買ってないエアリアルは揚げてるからでもこれも揚げてるか <laughs> <laughs> 終わった終わったこれ何キロカロリーですかん275まあちょっとカロリー高いアイスぐらいおにぎりよりあるよねだって米一杯100キロとか言わんそうなの知らん知らん えこれコー,ンコーンがついてるアイスくらいああ<ー><だ>そうなんだこの間さセブンのさ丸ごとなんとかみたいなアイスあるの分かるでしょうんあのリアルなやつやろそうそう,そうあれのいちごが97だったの、うん、やばくない <laughs> やばくない <laughs> それはい、いいかもしれんそうでめっちゃそのなんか、うん、めっちゃ甘くないかと思ったのめっちゃ酸っぱいんかなって思ったら、うん、普通にちょっと甘くて。うん 完璧だったそ。そう、消費時間。ほら、ありがとうございます。まるで果実みたいなやつ。え、怖いぶ、映ったって書かれたのって。いやだー、でも、映ってない。映ってない。ないえ、そう。映った、嘘でしょ映 <laughs> った、ごめんなさい。え、映。まあ、まう、もう、ちょっとだけ映るくらい。まあ。まあ、ま,まあ、まあ、あ。ギリフセーフだって、よかった。ケイトありがとう。<laughs> これは。二七五。 ですすはい互角気をつけます髪がちょっと映ったって<ン>髪の毛が短いのがバレたキュンキュンラブリー食物繊維たっぷりらしいのでギリギリだったってセーフこっち側でもとじゃあカメラ側の方でもと横側のコハピ映りそうになったって危なセーフ いいセーフ、可愛いですね。ありがとうございます。暑くないこの部屋え暑い？そんなことない。めっちゃ暑いんだけど。暑くない。うん、外壁にしないよ。暑い子外壁にしたら終わるからね。うん終わるよ。外壁にしたら怖っけの服がめっちゃ映る。<laughs> ケイトありがとう。 メガネに映ってた。映ってないでしょ。メガネにはこれは反射しないメガネですよ。えそんなこと言われたら取ろうかな。取 <laughs> ったらなんかブスみたいじゃん。<laughs> 結婚していいですよ。花と結婚するのやめといた方がいいと思います。最悪やめてください。<laughs> 隣にいるのはお友達。 アイカイカーテンえねなんでこの色を選んだんですかなんでこの色に選んだんですかなんかいまいちさ品揃えが多くない店でパッとしんかったん。<ー>で本当はなんか模様とかねちょっと派手なやつが良かったんだけど、うん、なくて、うん、赤可愛いやんってなって、ね、赤って外から見たら別にそんな見えないよね全然裏あの遮光みたいなやつだからあ外から見ても黒だと思う。 <laughs> 友達が言うと説得力があるって結婚やめた方がいいってえでもさ前さ「あの子く花」んち泊まった時にさ、うん、花ががフルーツ切っっったたけけああれれママが切てたんだっけあれ何なんか子悪が起きるのめっちゃ遅くてああ降りてった時に「ママがママ、うん、食べていいよ」みたいな,、うん、なんか切ったフルーツ皿で出してくれてあそうだね、うん、でも花が出したわけじゃないけど。<laughs> あれ花が切ってくれたやんやと思ってたいや花が切ったわけじゃないよ <laughs> <laughs> 花が切ってない花朝からありがとうごめんね遅くまで寝ててとか思ったんだけどあ花じゃないのかうん「金魚フルーター女子力高い」って書いてある最悪私切ってないって言った直後に <laughs> <laughs> 少し何に見えるのパクパクあそう朝もママがね準備してくれましたよこんばんばはー あ懐かしいニックネームねそうだよね <laughs> あれ誰かいのかな花ちゃんが切ったことにそうだね花が切りました <laughs> 花が切りましたよ <laughs> ハートありがとうございますよーハートありがとう,花,んうん花が切った流れかと思いましたか私は私に行くだけいいとこ撮りをしたんです <laughs> 食べる専門 <laughs> 間違いない <laughs> 正解最悪ケイトありがとうございます結婚していいよーやめた方が賢明ですか結婚結婚した方がいいと思うよてか私は結婚するなら家事とか全部ややれる人じゃないと無理です <laughs> 部屋の掃除とかしてくれる人じゃないとちょっと厳しいかも。 この間部屋の片付け手伝ってって呼び出されました。<laughs> <laughs> これが花なんです。そうそうなんです。初めにございます。家事できないわけじゃないんだよ。<laughs> 違うやろうと思えばやれるの。でも <laughs> もう結婚しちゃったんですがだってはいもう手もう手遅れです。<laughs> 代わりに働いてくれます。あ、働きます。<laughs> 結婚すると5秒でさ。ただ <laughs> 料理だってさ。実家に住んでるのにさ料理する機会ないですよ。それはそう。結婚は私は全然しますけど。でも結婚した後の責任は全て。そちら側の責任ってことで、私は別に何も悪くないのでひどいな。<laughs> 家事は任せとけだってやったーそうそう歯の部屋の掃除を一緒にしていただいた中2期の他の子と結婚してきます最悪ですねそれは私と結婚してってよく言ってるのに <laughs> 男女問わずえそうだよね可愛く言って言ってくれるだけでやったー同性婚が認められたらもちろんです 寝相とか寝言とかいびきあるはなうんあでも寝相そんな悪くないとそうだよね寝相そんな悪くないよねいびきはノーコメントやな受けるえでもはなさそんなでもえでもねママに言われるのはは寝言めっちゃ言うって言われるそうなのママにね聞いたことないまだね。しかも白目で寝るのはやばくない え、半目で白目向いとるってことえなんか、うん、なんかんなのんかね普通になんか授業中とか、うん、あそんなこと言ったらちょっと不真面目なやつになってしまうんですが <laughs> 違うあの別にそうそうだよ花はいびきかかないよアイドルだからそうだよあそうやったごめんごめんごめん,ごめん寝言は言いますさすがに寝言はなんかママに言われるって言われなんかその 白目は私無意識めっちゃ無意識なんだけどなんか目閉じてるつもりいや閉じてるんだと思うけどなんか友達に起こされて「今今 <laughs> 怖かったんだけど」ってただけどまあそっから意識して目を強くつむって寝るようにしてるので大丈夫です安心してください。コープに教えんする やめてください。やめといた方がいいと思います。んでいたいやめ、え、コハビにも周辺するって。あ、お待ちしております。いや、やめといた方がいいと思います。やけな判断ですよね。<laughs> かなり賢明。で、ハナの寝事一、いちご、いちごは言わないですね。寝ながら泣くこととかってさ、誰でもあるんじゃないの？あるかいなんかさ、怖い夢とか見た時にさ、うん、起きたらなんかめっちゃ涙出とったとかない？嘘、ないわ。嘘でしすよ。うん ある,よあるよ、あるよ。飼い主に似てないです。寝言、わかんない。友達とは友達とは友達とは愛るくんも友達。目乾いてないです、朝起きて。アイるくんのし、あ、アイるくん。 そう今日アイルがさ、うん、めっちゃ白目向いて寝とって <laughs> <や>それを写真撮って送ったのメールにあーそういうこと、うん、アイル君が寝言言うんかと思ったあ<ー>みたいないやいや,いやえ待って待って待って夢,夢の中でも感受性違うんですあの違う違う普通になんか <laughs> 例えばね最悪 <laughs> そんなことない違う違う違うだからなんかゾンビに追いかけられてだから先に友達が。 なくなってしまうとかそういうところを見たときに怖くて、で来たときにたーっと、うもうあんな感じで寝てるんや寝てないですそんな風には白目白目私できないんだよ普通にやったらや,やってみようかうん <laughs> できちゃなくないまあ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 、まあ、なんか黒目がつい見えるじゃんだから私白目できるようになりたかったんだって小学校の時とかそことあるうん。 起きたら泣いてるあるよしかもなんかめっちゃ怖いえめっちゃ怖い夢見ることないいやある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 なんかさ病気の時とかさ毎回同じ夢見るんだけどえあるよねある。しかもそれとも人によって違うじゃん絵派などんなに覚えとるよ私は真っ白な空間で誰かと二人きりなので一人の人と話してるんだけどそしたらどんどんもう一人の人が もう一人っていうか相手の人がヒステリックになってきてどんどん叫び出してそれでなんかその「わーわわわ」ってやつが文字になって全部出てくるわけそれに私が押しつぶされそうになる夢考えたら怖いでしょ押しつぶされる系なんかもう耐えられないってなっちゃってとって起きる何か怖くはなんかイメージマリオね <laughs> なんかバカでかいニワが後ろから迫ってくんの、それから必死で逃げてんの。それ <laughs>、うん、これガチね。なんかマルとかもあるんだよ。マジ後ろからこわーきて、て逃マジ？うん、マジで必死で逃げる、ね、<laughs> やだ<ー>。え、うん、ー,ーって起きる。あって起きるよね。そ私しばらく寝れないもん。<laughs> そう,そう,そうそうそう。ねね、でトイレとかも行けない。えそれな。そうお友達と一緒なんだよ。 やばいやばい夢だよ白いのはってきてるなんでそう,、ね、そうめっちゃ怖いんだよねそう文字がすっごい目に見えて出てくるんだよねそれでな何かないんとよ普通の会話からだってこれはこうじゃん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 みたいな感じでどんどん大きくなってヒステリック系ドリームってことえそう本当にやばい こわさんを追い追追い追いかけられる夢うん、あ、そう、そう <laughs> 追いかける系の夢間違えた、<laughs> 追いかけられる系夢ってカラーそういうこと <laughs> ドリーム、二度目のお前でございますそう、ドリームドリームヒステリック系ドリームそうだね、そういうね <laughs> そうだえ、でもあと怖い夢あ私さ、も、うん、一回なんかお推しがゾンビになって追いかけられる夢あ <laughs> <laughs> って <laughs> めっちゃ怖かったんだけどなんか 学校にいたら、うん、ゾンビみたいになってきて、うん、でなんかアイドルだからさそんな危ないなんて思わないじゃんそしたら近づいたらさ、うん、なんかどんどんなんかやばい感じで走る速さが尋常じゃなく速かったりするわけね、うん、だから必死へ逃げてて <laughs>、うん、こうやって走ってたらそのマま肌が空中を歩けるようになってて <laughs> 空を走れるようになってたの。<laughs> 何が分からん 白いのはマジでおはらいした方がいいってやばいじゃんでもあるよねなんか夢占いみたいなさあるあるそれめっちゃ調べるゾンビに追いかけられる夢とかゾンビに刺される夢とかでもなんかさ自分が死ぬ夢だとさなんか自分のなんか入れ替えたいみたいななんか自分のなんか生まれ変わるみたいなそういう感じだらしし殺されるのとか。 でも一個めっちゃ怖い夢見たことあってこれも何回か見たことあるの、うんあの歯がめちゃくちゃゃく抜ける夢 <laughs> <laughs> いやこれガチでなんかさ歯がグラグラの時とかさ、うん、ちょっと口の中でうんって引っ張るとさ、うん、ポンって抜けるやん、うん、それやると全部抜けるのもうポコ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 ポってまず全部抜けてでペーってやったらもうバーってもうここぐらい抜けてめっちゃ血出るみたいなでもやばいみたいなでもこっちこうやってって。 病院行く、夢を三回ぐらい見たことある。<laughs> やだ、やだね。うん、やだ、そんなの。え、そう、マジで怖い。やばいよね。あのけ、大きいフランス人形に。<laughs> 怖。怖いね。ほら、ありがとうございます。え <laughs> 不安の現れやと。崖から突き落とされる夢。怖すぎ。<laughs> 夢診断気になるよね。いや、まあ、なんかストレスから来るのはさ、よくあるよね。そういうストレス系。 なんかめっちゃさ学校行っちゃない時期とかそういうのめっちゃあったあ私ストレス溜まってるんだって思うことめっちゃあった <laughs> 夢やばいね推しにしばかれる夢やばいね <laughs> ケイとありがとう <laughs> えあとどんな夢あるかなでもそんなそこまであれだけど <laughs> おっありがとうケいと <laughs> はなちゃんとカクさんエアコンの設定温度で揉めそうそう え、花ってさ、うん、エアコン、よくすぐつけちゃう派うんあ、本当あ赤くつけない派だわ、うん、あ〜うん、え、なんかつけちゃいけないって思うけど、うん、つけるあ〜ほん、うん、夢見ないマジあとなんかドッキリで、めっちゃ落とし穴に落とされる <laughs> でもそういうのってさ、うんも、夢じゃないけど妄想するかもあ<ー>〜<laughs> あるくないあるなんか 海に突き落とされるとか絶対嫌なんだけどアバターがいつもと違うと推しに言われる夢えめっちゃいいじゃんでも夢でも同じことしてるんだ <laughs> オンシャルメンバーにガチで怒られる現実現実かあアバターじゃないけど私アバターの夢なら見たことあるよ <laughs> だって <laughs> 映画のやつ <laughs> 青いやつつ青いなんか半魚人みたいなやつやろ <laughs> アバターアバターなら見たことありますアバターの夢テレビでさ「金曜ロードショー」とかでさアバターやってて見てどんなやそ,うそれでそう青いやつなアバターってすごいんだよあれ見たことないんだよなんか、うん、普通の人間が意識だけそのアバターに入り込んで、うん、アバターの,の地域になんか 潜入するみたいな潜入捜査的な感じらしいよ、うん、あっ捜査なんんか研究みたいなよくわかんないけどでも結局人間対アバターみたいになってあそうな違う違うだから普通のアバターに私の意識だけ入るんですよ青なん青なんでアバターに意識入ってる時は普通の本物の人間の体はずっと眠ってるのへえ華ちゃんもアバター違います音やばいよね 違います <laughs> <laughs> 白い子供やばえ怖いじゃん中音とか見たことないんだけど今日の夜見る <laughs> いいよあるよでもネット振り入ってるからあるよはいちゃんは可愛いいアイドルそうです <laughs> そうです違います ひどいほんとに最近見た映画だってあるなんか見た、えー、最近見た映画「あの定一の国」がめっちゃ好きなんだよねここであ<ー>あれ何回も見ちゃううん私何だろう最近何も見てないかもしれない映画映画一人映画好きって言ってるけどえ後ろに何かおらんって言ってくるんだけど最悪なんだけどいません <laughs> いませんあ <laughs> <laughs> ら最近見た映画何だろう 何見たから、本当に何見たんだろうなんか、世界滅亡系の映画めっちゃ好きなんやで <laughs> なんか台風、巨大台風来るみたいな <laughs> <laughs> そういう映画すぐ見たよマジうん、大体あの海外の映画なんだけどきっと来るきっと来る <laughs> 怖いね真っ赤な背景が怖い <laughs> なんかさ、<め> <laughs> あのさえずっとうちら話してるけどさ、うん、なんか 家の近くっていうか、うん、ちょっと歩いたところに赤い、ね、いつもなんかねなんか,なんか部屋がさ赤く光ってる家あんじゃん、うん、そうあそこ何やってんだろうってずっと思ってる <laughs> 本当にめっちゃ怖いんだよ赤いの「ゴールデンカムイ」うわ見たいなそれ「鬼滅か」かああか明日ママが「ハイキュー」見に行くって言ってた「ハイキュー」あれじゃん。

だってさ配給ってさ何とか急で廃棄やるってことはさ野球とかと同じあそういうこと知らんけどえっでもさそんなこと言ったらさこんにゃくもさ糸こんにゃくって言うやんえっあのささくらんぼってささくらんぼっていうかさくらんぼっていうかどっちえからん でもなんかさ言われるよねちょっと岐阜県民インネトネーション違うらしいそう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 ,そう、うん、なんかさくらんぼ私なんかなんでかわかんないけど、うん、なんかみゆと話してる時にささくらんぼさくらんぼって言ったんかなそしたらなんかえさくらんぼじゃないのみたいなどっちから言われたんだよね <laughs> なんか、うん、そどっちから言われたっていう話でもさ、うん、こんにゃくもさこんにゃくって言う人いるよねまあ確かに糸こんにゃくやもん、ね、こんにゃくとかさ翻訳こんにゃくって言うやん <laughs> うんだから そう。<laughs> どっちでもいい。ハイ,いハイキュー。<laughs> ハイキュー。ハイ,ューハイキュー。え、嘘ですよ。ええー。知らんけど。虹色の星ありがとう。まあ、どっちでもいいんですけど。結局、どっちでも、言葉知ってればいいんですけど、意味わかれば。れハイキュー、食べてない、最近。<laughs> ハイキュー、やと。ハイキューね。了解。これから気をつけます。 反復横飛び。反復横飛びでしょ。え？え？反復横飛び。反復横飛びじゃないの？え？反復。反復横飛びじゃないの？本当に？反復横飛び。反復横飛び？ほらほら嘘。反復横飛びなの？反復横飛びじゃないの？嘘でしょ。反復横飛びじゃない。反復。え？知らんけど。あそうなん？あと何がある？あとなんだろう。 え、何だろうね、別にえ、同じ県民でよ <laughs> <それ S 1> え、同じ県民ですけど反復よこびじゃないんだ反復よこびじゃないのぶんぶくちゃがまぶんぶくちゃがまぶんぶくちゃがまって何分からんぶえマレーシア名りだってちえ、でもさ、標準ってことじゃないマレーシアで標準語だったから <laughs> あ,あ、そういうこと こっちがやっぱなまっとるってことえ半復よ。言ってずっと言ってなかった。え半復言だな。え学校ででもさ、あれもよくよね。身長と身長とか。身長。え、身長やないのそう、でも義兄姫は身長ね。身長何センチってあ、確かに言うかも。身長何センチ。え確かに身長何センチって言うわ。身長何センチって言うわ。そう、程度えって言われる。身長じゃないの確かに確かに。身長何センチって言うわ。 これもよく言われる確かにえ、あ、そう、コーピがいるんです、今日どっちでもいい <laughs> え、なんかさ、今日さ、あのー、月曜から夜更かし見ててだいぶ前のやつねなんかなんだっけ、愛知県民の方言みたいなで、なんかあれらしい、なんかなんだっけん雑巾が水滴るほど濡れてるときはビタビタって言ったりするやん、うん それも方言らしいよ。なん,なんか二回連続で言うのは方言らしいよ。うん、そうなの。<laughs> うん。え？なんか。あ、そう。そう。えー、岐阜弁そうやね。はあ。そうかも。いつも全然新調新調。ね。お疲れだって。 お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。そうなん。机つる。机つるはさ、うん、言うやんね。うん。それもこの辺。東海地方か忘れたけど、ね。愛知もそうなの。愛知も。学校どう。愛知も机つるは言う。あ、言うんや。うん。でも、何々やおうとかは言わん。ああ<ー>。何々だらーとか言うあ。だっだらー。うん。 やらなんかさ愛知だとさなんとかやんねって言うもんなんとかやんね友達呼んやってなんかなんとかやんねってなんか嘘おらんわなんかなんだっけこないだなんこないだこないだ友達ご飯行ってバーケーキ食べたんやんねっていう感じほかすほかるっていうねほかすうんほかるじゃないほかるあなんか やっぱ鶴は言うにゃん鶴言う言わない今日目がね可愛いってありがとうだら三河弁愛知でもそんないっぱいあるんだねやんねはななんとかやんかっていうかもしれんねお金壊すは言うんじゃないうんわかるねでもはなさ蹴ったとか使わんねえけど あチャリケッタは確かに言わんねんケッタは言わんねんとかさ<わ>画ビをさ「がばり」って言ったりさああ<ー>あるやんる、うん、言えねんほかす言うのなほかるって言うかもしんないゴミ箱に捨てること「ほかる」<laughs>「お金崩す」もある「鍵は買う」は分かるよねうん「やおう」はかわいいおうんうんうんほかるもあそれ知ってるわ「ほかるもんほるもん」 名古屋はなんとかだがねって言うんだってへー、うん、蹴っタコ具自転車工具お金壊すお金を崩すってことやね、うん、画鋲は押しピン押しピンって言う押しピンも言うあマジ、うん、言ったことないわあなんか B 氏がないみたいなあ<ー><ー>なあらしゃる言うね絶でしょ学校で使う,うお金壊す言うよね <laughs> 全然分かんなかった大阪からかあそうかそうか 名古屋と三河は違うデラバリカクバリカクっていうク言うねそれも方言らしいよ方言なんや、うん押しピンも関西のイメージあそうなんだお金こわすは言わない、うん、ケッタマシーンケッタマシーンってママに言われたシャビ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 って薄いってことじゃない直すって何を 直すは片付けるとか言わん直しといてみたいなさあーそういうことうんえ早回ししてりゃだって何それは何語ですか <laughs> でも京都だよねそうだよね方言って面白いキャ n make t 最悪 <laughs> ここは岐阜ですけど <laughs> キャ n m a k 岐阜あドキドキっていうよねあーこれ方言っていうよね<何>お金食わず初めて直す ありがとう、のイントネーション東海の人違う気がするだって。あ、そうなん。ありがとう。え。ありがとう、ありがとう。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 確かに。ありがとうって言います。ありがとう。関西弁好きですか。関西弁そんな聞いたことない。海外方言あるらしいよね。でもなんかさ、中国語でもさ、北京語とかさ、なんかそこらへんいっぱいあるよね。生まれは名古屋。あ、そうなんだ。 ナバルイナバルイってなんだ回、まあ、しは準備だって<ー>それはね言わないかもありがとうありがとう角砂糖確かに角砂糖と同じだね <laughs> 確かに確かに微妙に標準と違ううんそうだからさなんかさあれに言われるよねあのエセ関西うん言われる言われる、ね、言われるマレーシア方言えわかんないマレーシアとかわかんないですよ ありがとう。りりと、あがねなるよねありがとう。確かに言われてみればなるわ。普通に「ありがとう」って言葉を言おうと思ったら「ありがとう」って言うけど。うんうん。捨てるほかるは言うね。<laughs> 確かに岐阜違うかもね。ちょっとね、うん。いろいろなところが違うかもしれない。うん、全然違う。 関西そう関西と違うからこそ言われるんだよね多分ちょっと,ょっと違うからそうちょっとなりきれてない感じがあるから、うん、そう「なばなばきのこ類」えそうなんだ、うん、知らないわ<ー>今何時今10時43分ああとちょっとで30分<お>ありがとうと「ホンダでかんのだわ」 ホンダで勘のだわって、なんかさだからいけないんだよみたいな意味じゃないえでも通じや、通じるやんああうーん <laughs> 違うかななんとかやでやかんのやわ、とか言うやんう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 んなんとかやからなんか行ってみたらわかるよねあ、そこハッピーの部屋、うん、そう、行ってみたらわかる

ユニットの曲なんだけど、ハラ<ー>の好きな先輩が真ん中でピンク色で踊ってた。うん、なんかピンク、青、黄色みたいな感じだから。コアビの服、あここにかかってるやつですか。<laughs> ちょっと。ねハーフツインそれな。標準語コアビーコメント欄に来ない。ただ見てるだけ。<お>あコメント打ちそう。標準語圏わかるよ。でも私マレーシアの時標準語だった。 反省したこととなないい。よ、インブルドン。ブドやったことないこんにちはららああてか伊藤美紀さん東京マラソンすごいなあってあ今日自分お誕生日ですおめでとうハッピーハッピーバースデーですね素晴らしいコアピ公演見たことあるのコアピゲンネプロ来ましたテニスは習ってました習ってたの 実はね、実は私鳴ってたんです。え、待って、小学校の初耳なんだけど、四から五にかけてぐらいのやってた。あ、本当数ヶ月だけってこと？そう。初耳なんだけど。え、でも違う。一年ぐらいはやってた。え、そうなの？え、そう。でサッカーも一年ぐらいやってサッカーやってたの？そうだえ、待って行ったことあるんだよ。え、知ら知ら知ら。全然知らなかった。え？嘘。え？名古屋？ あ、そういうことビベンズそうそう。すごいよねそう予約してたえなんえ公式かも私黄色いボールだったからそうだよねあのさソフトえで軟式ってだってさソフトテニス部が使ってたさ白いパンパンのやつじゃないのい、うん、そうだよね、うん、私あの黄色のさちゃんとさ線が入ってるやつだったからわかるでしょ<ー>黄色っていうか緑みたいなあれはそう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  テニスの話か。そう私公式です。公式テニスをやってたよけどんかまあ小学生だし友達とやってたわけよ。でさんか花が住んでたさそういう建物に何かテニスコートがついてたのね。テニスコートがついてたからそこに先生が来てくれて友達と一緒に遊び感覚でやってたみたいな感じなのね。だかから、しも、 一時間半ぐらいを三人ぐらいで回してやってたのよ、うん、だから、うん、なんか、うん、めっちゃ空き時間あるわけ、うん、その時はあの <laughs> あなんかあれ漫画読んでた <laughs> 動け <laughs>、うん、あそう<け>マレーシア時代の話だよそう友達友達が持ってきたハンターハンターの漫画をよく読んでた受けるなソフトが星になるのそうなの そうですそうですあこれって打ったら勝手に星になんのえそうそういうただあそういうこと違うテニスカートがあってコーチを呼べ違うお金持ちとかじゃなくてそういうもんだったと思ってる勝手にえも大体海外のさ、うん、そういうマンション的なとこってそんなイメージない、うん、なんかついてるプール、ね、そうだよねそうプールついてたし、うん、あついとったんやプールあった<ー>公園みたいなとこもあったん、ね めっちゃゃいいじゃん卓球できるとこもあったねすごっいやめっちゃあったんやってしかもいいところだとご飯のお店ついてるとことかあったから、えー、コンビニとか、えー、めっちゃいいやん私はない NG ワそう NG ワードが星になるんだよねハーフツインもだってハーフってそんなダメな言葉なの <laughs> よく分からんけど <laughs> このプールそうプールとテニスコートはよくついてますね多分どこ行ってもついてたどこの友達に行いてもへ<ー>そう でも歩いて外で歩けないからねね、行ったせず腰になるの困るよねそうだよ、ね、こっちも読み読み取れるものもあるけど読み取れないものもあるから、なんかねこいちゃんな、ね、楽しかった嬉しいよねその時仲良くなかったじゃん、別にうん、全然知らんかったそうだよねだって幼稚園の時もさ、<え>知らんかったよねそう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 だからさ、一回ね、来たことあるんだよ友達、う,う,んうん。 アヤメロが欲しいなるそういうことか最近名前変わった男性タレント事務所も欲しいそうなの<ー>そうなの <laughs> えー。何も何もダメじゃんまあでもその言葉あんまり言うとわないけどねうんそんな名前が変わったところって言ったらあそこしかないでしょ、うん、バレンタインではなちゃんにチョコあげたのってあああ

そんな知らない私、あの衣装の人も、<laughs> あーなるほどね。ねマカロンはなんか特別みたいな意味じゃなかった？うん、なんかそういうのさうバレンタインの時期になるとめっちゃ流れてこない。めっちゃ流れてくるね。めっちゃ気使う。えそれな、それな、<笑><笑><笑>マジで。<laughs> でもさ友達なんかさ別に飴あげても何も思わないけどさ、えそれな。<laughs> なんか何？でもそういうの気にする子とかいるじゃん絶対。<laughs> うん っている。麦チョコ麦チョコ美味しい。花のバレンタイン事情バレンタイン事情なんてなんもないけど。花ちゃんにクッキーもらいました。友達、<ー>友達ってことらしいです。マシュマロ焼いたやつね <laughs>。<laughs> <laughs> でも、私。琥珀、うん、しかもらってない気がする。まあ、ま,まあ、まあ,ま,あま,あまあ、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 まあ。ほんま、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 そういう時もあるんじゃない。うん。 私さ、そのスタバとスタバと <laughs> スタバと3人でお泊まりしたときに、うん、あの出してくれたんだよねクッキーをああそうねそうでそれで私がほとんど食べた気がするうん花めっちゃ食べてたそうだよね花が大きいのもらしてもいいって言ってたえっだよねうんスタバ全然かぶされてなかったねうんだから今日何してんだろう <laughs> 今日何してんだろうね今日はバイトああどうだろうね いやいや、彼女にクッキーあげて怒られた。ええー、ええ。厳しめうう。あ、あ、でも、ただ、弟の彼女、弟がもらったやつ食べた。何それは。なんか、<laughs> うん、この間、弟が。うん、あ、名前出してない、うん、わざとだからね。弟が、あの。あの、一応、おで帰ってきて。一日だけね。あ、そうなんや。そ,うそれで、なんか。 もらったやつを持ち帰ってきたんだけど、うん、なんかお姉、ね、これ食べるみたいなおうんうんうん俺食べるんであげるわみたいな、うん、でもらったあそういうこと、うん、それなトマチョコ学生時代一番豪華マジでうんうんうんなんかみんなでさ大量に作ってタッパーでさ持 <laughs> ってきたとかさ、うん、懐かしいよね てか私普通にバレンタインじゃなくてもさ女子力あるって思われたくてクッキーめっちゃ作って持ってってた時あるもんてかさそういう時期あったってあったあったみんな持ってくる時期あったよねなんか急にそう急にクッキーえっそれは急にクッキーとかなんかちょっとレベル高いとなんかクランチとかああそうおごおれいただきましたそうお昨日お姉って呼ばれてるよお姉さーって言われるそうなの そうだよ、やばくない全然<う>さあ印象ないっしょないうちなんてまだこっちゃんだからねかわいいやんいいやこっちこっちえそう女子,女子にしか配んないもんだって女子にだけなんかえこれ食べこれ作ってきたんだよねみたいな <laughs> めっちゃおもろいね <laughs> <laughs> メンバー同士 <laughs> メンバー同士かいやでも私さこ止まりましたねなんか あ止まった止まっ,た止まったなんかえめっちゃ目つぶった状態とかって <laughs> 最悪知る目じゃんか「義理直廃止になったやば本命です」って渡さなきゃいけないじゃん「はなちゃんって呼ばれないよね」って言われるでもそれも可愛い手が疲れる <laughs> バッテリーはあそうバッテリー少ない20%ーとだ,だかられ充電するとね充電もなるんだよね あ、そういうことそうだからちょっともうちょっとしたらやめようかなもう,にしよう,うわ今3七3七だよみんなスクショしとった方がいいかもしれないスクショしよう何が3七3七なのこれは本命<あ>もないあお返し大変だからなるほどねああ確かに。 学校におかしバレンタインデーの日も禁止になった。え。あ、そか、高校だからよかったのか。中学はダメだった。中学。え、でもあったね。隠れて持ってきてる子とかいたよね。うんえー、そ,うそうそう。だってチェックとかさ、なかったっけ。え、それはさすがになかった気がするだけど。なんか。されるされるとか言って。みんなめっちゃビクビクしてた。めっちゃサブバッグに入れるんやろ。<laughs> 下,の下の方に。<laughs> やばすぎる。 はーいケイトありがとうねー初音もありがとうございますそう,う、ね、って言ったけどなんか放課後に、うん、えちょっと駐輪場寄ってもいいって言われて、うん、そう母ちゃんまたピノキオ軍歌わな <laughs> 嘘そんなヤバいいないよ <laughs> なんか私がちょっと言い過ぎちゃったら、うん、いろんなことをね、うん、言い過ぎたらピノキオ軍っていう歌を歌わなきゃいけないってい流れになっちゃってて <laughs> だけど、うん そう私さそうチョコの手持ちがなくて配信2月14日、うん、だからさ琥珀がうちに置いてったさあれずっと部屋に置いてあってさ、うん、あれ赤いし中身茶色いから、うん、あれの表紙っていうの、うん、表面に「チョコ」って書いてこうやって見してたね、うん <laughs> 何してんの <laughs> せめてチョコ買えよ <laughs> 違うやんだってチョコ買っても食べれへんもんだって食べへんやん今あるよ可愛い,いチョコ持ってきてるわあるってやったチョコあるらしいよ多分花に喜,喜ぶらしいいやかいやんね。あれ持ってくればよかったねでもさ あのじゃあチョコ苦手じゃないんだけど普通に放置してあの賞味期限が切れる未来が見えますちょっと開いてるやつあるけどほ,らほんとなかわいいチョコあったでしょ、はい、かわいいやつ持ってきたかわいいおアイスありがとうめっちゃかわいいありがとうこれだってガーナのチョコちょっと失礼 はいえでもさあお高校生の時とかこれめっちゃ食べてたんだけどそれ単体で食べとったうんくどくないえだからえこれめっちゃ食べてた本当にアルボート欲しいえまあそれ持ってプリ取るとかさえあった待ってあったうわこれやったやったよみんなバレンタインの時それ持ってプリ取っとたガーナか明治かなんかのやつやりましたよ。 やったわ頭にリボンつけてさ「やった!」で茶色っぽいトレーナーみたいに着てやばすぎ今考えてやばいだろうちょっとこれで私直方に家でしたことあるそのピンクですごいねでも何か食べきらんくって結局で今も冷蔵庫に眠ってる嘘やん当一1年ぐらい眠る1年以上前か2年ぐらい眠ってますもうや ホワイトで返さなきゃえ、いるなんかえ、マカロンとかいるおめめつがいいな <laughs> じゃ、マカロンがいいなやだよあ作ったろっか、ハマイがあ失敗したら <laughs> ううクッキングシートがともってきてあげる <laughs> 取れないってこと <laughs> <laughs> じゃ、ふタワー投げなん、タワーですかどういうこと,ううことコービーオイラの分はあってあマカロンがいいですかね やめてそうやって花のさハナのファンの人奪うのやめてくれない <laughs> <laughs> 三角関係ノー反省ノエローズ冷蔵庫におるよハナちゃんの愛 <laughs> そう花お菓子作れるよだってなんて言ってた私クリスマスの時作ったからねそうなのそうだよなんかクリスマスの時に、うん、あ見せてないかあのクリスマスツリーの形のね、うん マカロンのやつ作ったんだって。なんでくれなかったの。違う違う、食べかけいらんでしょ。<laughs> <laughs> だって丸く繋がってんだよ、全部。あーあー、そういうこと。うん、すごいね。すごいですよ。うん、作ったけど。めっちゃ甘くて。うん、あの。食べたんだけど。あの、いろいろ誰かに。いろんな人に協力してもらった。うん、ああ、そ,ういうその親戚にね。<laughs> みんなに食べてもらったってこと。うん。 カーピングミニに一き、やめてください<お>ほーらーほーらーほーらみーそうくるみくるみさんは前からの作ってたんですけど私はもらえないじまいもらえずじまいってことでまゆちワにえ見ました見,見ました自分もかなんでですかなんでみんなそっちに行っちゃうの私私がいるっていうのにああそういうことですねすショム開こうかな <laughs> 毒味ですか?。違います。ちゃんと食べてます。あ、十一時になったら終わろう。十一時になったら男女読む。俺はいせきしないようだって。はい、やっぱり素敵。課金がはかどりますね。最悪、コわびようになってる。<laughs> ちょっと。<laughs> ねえ。ああ、だい。本当だ、コわく。あーいい。ああ、いい。<laughs> <laughs> ずっと受け取ります。ありがとう。ほらほらほらみんな。ちゃんとありがとう。みんなさほらほらほら。ほらね。みんなのみんなの愛が弱いですね。みんなっていうか、告白告さんオコじゃないよ。全然起こせない。喜んでる。<laughs> ほら聞こえしょ <laughs> はい、じゃあこんばんは。また可愛かった、ね。全然本当だ。可愛い。 竜から龍に別の竜になってますね。仕事がはい本当ですよ。花が多かっですよ本当に。サイリ最ムカラー？いやどうしようかな。黄緑と黄色あダメダメダメだった。ダメだった。めちゃめちゃ被っとるやないかい。い <laughs> ダメだった。なんでみんなみんなあもういいですよいいですよ。あ十三二十三位になったー。滑った滑った。誕生日見ます。花が滑りました。十三 <laughs> 位黒いちゃんありがとう。 12位はこちらはのの帽子子をかぶった女ありがと11位メロンパイナありがとう10位黒猫ちゃんありがとう9位デニスボールありがとう8位夜を着た男性ありがとう7位ラックマンありがとう6位かわいいくろちゃんありがとう5位黒猫ありがとう4位山見えありがとう3位パンダありがとう2位は キョムヒヨコありがとう一位飛行機ありがとうございました <laughs> 明日制服の目の到落イエーイ <laughs> イエーイほらありがとうございました今日も配信とてもすいませんでした <laughs> それでは今日も明日も明日の朝はちょっとできるかわからないんですが明日も 会いましょう。2日応募した。あ、そうみんな応募してください。3月2日、3月2日何があるの？制服の目ああそう。応募しようかな。応募するえ、応募してくれますか？はい、いるなら応募します。はい、いるよ。応募しよう。応募してください。応募して登録待ってください。バイバイおやすみ。まだな。 バイバーイ、またねー。また明日ねー。バイバーイあ、もう応募できないって。じゃ、次の機会があれば応募してください。バイバーイまたなーそう。泊まりです。まだなバイバーイ。バイバーイ。